はい、一夜、台風一過、一夜明けましてですね、非常に綺麗な青空が広がっています。ここはですね、遠方からの応援の方が来てくれた時のためにですね、ちょっと一時的に、ちょっと借りている部屋なんですけどもね、物置にも使ってますけどもね、このガス給湯器がありまして、ここはお風呂が入れるようになってるんですけどもね、昨日の夜のですね、紹介のところでですね、念のためには確認なんですけどね、これ、ガス給湯器がですね、大体100ボルトの、これですね、電源がいるんですけれども、実はですね、容量がね、非常にこれ、小さくて済むんですよね、電気は。電圧、これ、100ボルト、最高でですね、134ワットか、っていうことなんですけれどもね、非常に、知れてるんですね。これぐらいだとですね、車から十分にね、出せる量だと思いますので、はい、で、これをですね、この電源をね、抜きまして、この延長線をね、こうできたらずっとね、昨日と一緒のことやってますけどね、引っ張ってきたところが、自動車ですね。はい、自動車の、車用品屋さんに売ってるね、こういう100ボルトに変換できる機械でね、2、3000で売ってますので、これをですね、シガーライターのね、ここから取れば、で、ここへ電源をね、差せば、100ボルトで十分使えるということです。はい、そんなね、これね、大体ワット数で、これでも実は言うと80ワットなんでね、本当はちょっとオーバーやったんですね。はい、まあね、そんなに最高でそんだけ使うので、お風呂ぐらい沸きましたので、良かったと思います。はい、まあ、常時使えるようなものではないかわかんないですね。はい、作業場の方もですね、特にね、大きな被害はないようなんですけれども、まあ、こういう、井戸のですね、材木が倒れたりとか、こんなんだけちょっとね、片付けをして、あと、ビスでね、塔を打ち付けたところとかだけね、解除しておかないとみんなが通れないので、それだけして、それで伊勢へ向かいたいと思います。四日市の現場の方もですね、スタッフの方から特に大丈夫でした、無事でしたという連絡はもらっているので、ほっとしてます。まあ、四日市の方はね、多分ね、台風の進路のですね、左側に入ったので、風はね、そんなに大したことなかったんだと思ってます。伊勢がね、よく耐えたと思います。停電とかもね、伊勢結構あったみたいなんですけどね、よかったです。でですね、蜂の巣なんですけれどもね、台風の間全然ね、蜂の姿がなかったんですけどね、また、ちょっとチラチラ戻ってきてるんですよね。でね、大きさがちょっと違うのがあるんですけどね、ちょっと一匹だけ大きいのがね、あれが女王蜂なのかな、ね、あれだけちょっと他のやつはね、かなり小ぶりですね、どうなるのかね、本当に久しぶりさんによって、多分この動画では初めて紹介するお店だと思います。南のあたりですね、高茶屋とかね、あの辺のあたりのファミリーマートさんですね。熊本の交差点のすぐ近くでね、こういう真ん前でね、イオンモールがね、工事、前ね、サンバレーっていうのがあったあたりですね。サンバレーっていうのがね、ちょっとこれ直って、今、絶賛工事中ですね。すごいの作りますよね。イオンはね、木を植えているそうなんで、環境に優しい、そうなんですけれどもね。はい、そんな感じで、木を植えながら、こういう大きなものを作っているイオンさんの前で、ファミリーマートで、またこれ買っちゃいましたね。はい、そんな感じで、はい、行きたいと思います。これね、相変わらず、こういうふうにね、カップを重ねて、アイスコーヒー、やっています。今日はね、ホットかなと思ったんですけどね、結構ね、台風一過で、天気は良くてね、結構気温がね、どんどん上がってる感じでね、暑いぐらいですね。はい、窓全開でですね、行きたいと思います。はい。はい、電気屋さんによく邪悪なものが飛んでたとか言いますけど、別に邪悪じゃないんですけどもね、ネットがですね、ちょっと今畳んでありますので、外がすごい見晴らしが良くなっています。外から見るとですね、どんな感じかと言いますと、はい、こんな感じで、コンクリートの下地が、見えてる感じですね。はい、今がね、最高に見晴らしがいいと思うから、工事中で、この形で見れるのは、これが最後で、おそらく今度ですね、姿を表すときは、もう可能外部はほぼ完成した形で、細かいところがちょっとまだかなぐらいの感じになると思いますので、工事中外から見れるのは、これだけですね、今日限りかもしれません。はい、こちらのね、1階の客室、個室もですね、床が、ステーカーがだいぶ、作ってもらってあります。で、
これ押さえてるもんね。はい。ですね。はい、私の方はですね、ここのね、勝手口から、勝手口からね、出たところにベランダが上にね、つくんですけれども、そのベランダの下のですね、この、降りる入り口のところですね、ここにね、8手が1本立つんですね。それのね、基礎をね、これしておかないといけないのでね、左官屋さんにやってもらうといいんですけどもね、ちょっとスケジュール的にうまく組み合わないので、私がちょっととりあえず今日のうちに、基礎をしておこうかなということになりました。基礎はね、あともう一箇所、こちらにあのベランダの基礎をしなきゃいけないんですけれどもね、これをね、今日明日、明後日ぐらいの間にですね、順次やっていこうと思います。差し当たってね、分かりやすい、向こう側をね、やろうと思っています。はい、ですね、なんとか、ちょっと左官塗ってる間はですね、ちょっと撮影してる余裕なかったんですけれども、こんな形で、使い石を立てました。これね、結構ギリギリなんですよね。設計図面ではね、この柱がね、なんとですね、道路にもはみ出て決まってるということでですね、ここはもう現場で調整ということになったので、もう、ね、ギリギリの位置へこう持っていったわけですね。鉄筋をですね、こう刺しておいたりとかしてですね、こけないように、やってきました。今からこれとりあえずコンクリートをね、きれいに洗って、一旦ここは終わって、夜の部はね、中仕事をしなかったんですけどね、ちょっとそこのね、明日以降でやる予定の基礎の積み出しとかもね、できるだけやっておこうと思ってます。何のかのとですね、この辺を収めようと思って頑張ってたんですけどもね、もう、9時になってしまったので、もう時間切れでね、さすがに音も立てられないので、ね、こういう時にですね、音を立ててガーってやってしまうとですね、もうあとご近所さんに迷惑かけるとですね、もう本当にちょっと些細な残業さえもできなくなってしまいますので、ほどほどで終わりたいと思います。明日ね、朝頑張りたいと思います。はい、ということでですね、ちょっとね、図面の確認とかいろいろしてたんですけどね、そんなことでこれが終わったら片付けて、引き上げたいと思います。ありがとうございました。